メシアの生涯13、131回。後のものが先になり、聖書箇所は2箇所あります。まず、ヨハネの福音書、10章、40節から42節です。そしてイエスはまた、ヨルダンを渡って、ヨハネが初めにバプテスマを授けていたところに行かれ、そこに滞在された。多くの人々がイエスのところに来た。彼らは、 ヨハネは何一つ印を行わなかったけれども彼がこの方について話したことは皆真実であったと言ったそしてその地方で多くの人々がイエスを信じたルカの福音書13章22節から35節イエスはまちまち村々を次々に教えながら通りエルサレムへの旅を続けられた すると、主よ救われるものは少ないのですかという人があった。イエスは人々に言われた。努力して狭い門から入りなさい。なぜなら、あなた方に言いますが、入ろうとしても入れなく人が多いのですから。家の主人が立ち上がって、戸を閉めてしまってからでは、外に立って、ご主人様、開けてください。と言って、戸をいくら叩いても、 もう主人はあなた方がどこのものか私は知らないと答えるでしょうするとあなた方はこう言い始めるでしょう私たちはご一緒に食べたり飲んだりいたしましたし私たちの大通りで教えていただきましただが主人はこう言うでしょう私はあなた方がどこのものだか知りません不正を行う者たち皆出て行きなさい神の国にアブラハムやイサクや ヤコブやすべての預言者たちが入っているのに、あなた方は外に投げ出されることになったとき、そこで泣き叫んだり、歯ぎしりしたりするのです。人々は東からも西からも、また南からも北からも来て、神の国で食卓に着きます。いいですか。今、死んがりの者が後で戦闘になり、今、戦闘の者が死んがりになるのです。ちょうどその時 何人かのパリサイ人が近寄ってきてイエスに言った。ここから出て他のところに行きなさい。ヘロデがあなたを殺そうと思っています。イエスは言われた。行ってあの狐にこう言いなさい。よく見なさい。私は今日と明日とは悪霊どもを追い出し、病人を癒し、三日目に全うされます。だが私は今日も明日も 次の日も進んでいかなければなりません。なぜなら、預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからです。ああ、エルサレム、エルサレム。預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つもの私は面取りが、ひなを翼の下にかばうように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのに、あなた方はそれを好まなかった。見なさい。 あなたたの家は荒れれままに残される私はあなた方に言います祝福あれ、主の皆によって来られる方にとあなた方の言う時が来るまではあなた方は決して私を見ることができませんはい皆さんおはようございます。 さあ、今日のタイトルです。メシアの生涯第百三十一回後のものが先になり。聖書箇所二箇所ありました。ヨハネ十の四十から四十二。ルカ十三の二十二から三十五です。今日は全く違った話から始めたいと思いますが。日本シリーズが終わりました。どっちが勝ちましたか?。あのプロ野球です。ごめんなさい。どっちが勝ちました?。 ソフトバンクが勝ちましたどっちが負けました阪神タイガースが負けました阪神 <laughs> タイガースファンの方いらっしゃいますかあ見ていたあるいはニュースで見た見てた,見てたがっかりしたあれ最後意外なき幕切れだっていうんで私もニュースで見ましたご存知ですかどんな幕切れでしたか、はい、守備妨害ねあれ西岡選手ですか 西岡選手が守備妨害をしてアウトになったもっと具体的に言うと守備妨害をしたってのはどういうことですか打って一塁に行くときに本当はどこ走らなきゃいけないのに内側を走ったどうして皆さんは聖書の話を聞くとき非常に熱心な顔をして今 <laughs> 聞き入ってるんですか <laughs> そうだよね でもあれは西岡選手が自分で言ってますね、打った時もこれダブルプレーだと、だから、一か八かでやったんだみたいなことを言ってますからまあ納得できますよね、でもあの時に、えっと阪神ファンの方は思ったと思うのね、審判団は決定を覆さなかったでしょ、あれも立派なもんだよね、考えてみたら。ななぜあ,あなるかとというと 野球はルールに基づいてプレーしてるんですルールを認めなかったら野球が成立しないんですそこまでいいですかなぜこういう話をしているかというと別に僕がどこどこファンだからということではないんですこれは聖書を読むときもルール通りに読まなかったら正しい解釈に到達できないんだということを もう一度確認するるためにこの話をしてるんですで聖書をルール通りに理解するっていうことはどういうことかっていうといつも言ってるようにまず一番大事なのが文脈ですよね次に大事なのが例えば福音書を読むときに紀元1世紀のユダヤ人社会の政治的社会的宗教的背景がどうなっていたのか。 そしてイエスが語った言葉は当時のユダヤ人たたちががどうう理解したのかということいこルルールなんですだからよくイントロダクションのところで複雑な話をしたりあるいは時間をとって背景説明をししたりしていいるのはそういうことなんです今日の箇所も皆さんは何度も今まできっとお読みになったことがあると思いますがポイントはルールに従って読みましょうということです。 そのことを意識しながら後のものが先になりっていうことがどういうことなのかということを今日の目標として考えましょうということですねではルールに従ってまず何を確認しますか文脈を確認しますねここのところ前後どういうことが起こっているか思い出してください前回祭りが出てきました場所はエルサレムでした何の祭りでした 宮清めの祭りでしたその祭りの時に何が起こったかユダヤ人の間に分裂が起こったんですそしてユダヤ人の指導者たちはイエスに石を投げようとしましたなぜイエスに石を投げようとしたんですか冒涜罪もっと具体的に言うとイエスが自分はメシアだ神だと主張したから石を投げようとした その時にイエスはそこを無事に逃れましたね。なぜ無事に逃れたんですかまだ十字架にかかる時ではなかった。じゃあその祭りから約何ヶ月後に十字架にかかるんですか ?4 ヶ月、その通りですね。約4ヶ月後にイエスは十字架にかかることになっている。それが前回の内容でした。今日はエルサレムではないんです。場所を移動しました。 エルサレムからペレアというとところに移動します。ペレアというのはヨルダン川を渡って東側に移動したということです。そしてペレアでの胞子は収穫が多かったんです。それはエルサレムの宗教的な人たちが拒否したのにペレアの一般庶民はイエスを信じたんです。それはは一つは後のものもが 先になったという事例ですねこれが今日のテーマの内容でもあるわけですね。そしてペレアに滞在していたイエスのもとにラザロが病気だという知らせが入るんです。これはもっと先に行ってから学ぶ内容ですね。ヨルダン川の東にいたイエスのもとにラザロ既得の知らせが入る。ラザロという人はどこに住んでましたベタニア。ベタニアっていうのは。 どの辺にある町ですかエルサレムのすぐ北ですだからエルサレムだと考えればいいですよベタニアにいたラザロが病気だそこでイエスはペレアを立ってベタニアに向かうわけですねだから動きとしてはエルサレムにいた次にヨルダン川を渡って東の方のペレアという地区に行ったここでの奉仕が大いに祝されただけどももう一度 エルサレムの方に向かって移動しなきゃいけない状況が起こってきた。で、今日の後半のルカの福音書の話は、そのエルサレムに向かう途上の出来事だと思われます。そこに位置づけるしか、この話を置く場所がないんです。だから、エルサレムからペレアに、そしてペレアからエルサレムに向かう、こういう動きの中で、イエス様は今日のことを教えておられるということです。 エイティ・ロバーソンの調和表を見てください。今日はセクション112と113ですね。共に後のものが先になるというテーマです。セクション112ご一緒に読んでください。エルサレムからヨルダン川の東への移動。113ペレアからエルサレムに向かう途上での教え。これでありますね。じゃあ今日のアウトラインです。3つ今日はポイントがあります。 一番目、読んでください。祝された奉仕ヨハネ10の40から42。二番目、悲観的な見通し、ルカ13の22から30。三番目、十字架の死に向けての弟子訓練、ルカ13の31から35。こんな流れで今日のメッセージを展開します。着地点です。今日の結論ですが、二つあります。一つは、再臨の条件。 2つ目が「後のものが先になり」という内容をもう一度見てみましょうということです。これが今日のメッセージです。アウトラインを確認しましょう。では123ご一緒に読みましょう。はい。祝された方詞2番悲観的な見通し3番十字架の死に向けての弟子訓練はい。イエス様の地理的な移動をイメージしながら今日の教えをフォローしていくことにいたしましょう。 ではこれでイントロダクションが終わりましたので本論に入りますがいいですか準備いいですかでいきますよ。Are you ready? Yes, <yeah. S 1> はいじゃあいきましょう。1番目祝された方子ですがヨハネ10の40を見てみましょう。はい読んでください。そしてイエスはまたヨルダンを渡って ヨハネが初めにバプテスマを授けていたところに行かれそこに滞在されたとありますイエスはヨルダンを渡ったというのはヨルダン川を渡ったということですエルサレムからヨルダン川を渡ると方角的には東西南北どっちの方に行ってますか東の方ですそのヨルダン川の東の地区を当時はペレアって言ったんです ローマの行政区、北の方からガリラやサマリアそしてユダヤヨルダン川の東がペレアこの4つは記憶しておくととてもいいですねこのペレアっていう地区は今までイエス様がいたエルサレムやユダヤとはちょっと違うんです何が違うかっていうとユダヤ議会サンヘドリンっていいますがユダヤ議会の支配が及ばない地区です ということは、イエス様は、サンヘドリン、パリサイ人あるいは、サイシチョウたちから命を狙われていたけれども、ヨルダン川を東に渡った途端に、少し、そんなに緊張しなくてもいい、ほっとした状態が訪れたということです。このペレアっていう場所ですが、どういう場所だって書いてます ヨハネが初めにバプテスマを授けていたところである。いやー、随分このメッセージシリーズもね、昔になりましたね、思い出しますね。このヨハネっていうのは何という人ですかバプテスマのヨハネがその地で洗礼を授けていたんです。で、バプテスマのヨハネが授けていた洗礼は、クリスチャンの洗礼とは違います。この時代はまだ クリスチャンの洗礼がないんですから。だから、ルールも、ルールの一つですね、これは。だから、ヨハネがバプテスマを授けていたっていう時に、私も受けた、そのバプテスマと同じだと思ったらダメです。私たちが受けるバプテスマはまだ始まってないんだからね。ヨハネのバプテスマっていうのは、ヨハネにつくバプテスマ。つまり、ヨハネの教えを受け入れた人が受けるバプテスマ。もっと言うと、 ヨハネがあの人はメシアだって言ったらその方を私は信じますと決意した人が受けるバプテスマです。そこまでいいですかヨハネが最初に活動したところに行かれたわけですね。イエス様も交渉外をここからスタートしてます。ヨハネのところに行って何をしたイエス様。バプテスマを受けた、ヨハネから受けた。自ら上がるとどうなった 聖霊が鳩のように下り天から父の声がしたその後イエスは御霊に導かれて荒野に行って次どうなりました悪魔の試みに遭われたこれずっとやっていくと全部最初からお口じゃないか <laughs> でも言いたいことはその交渉外のサイクルの一番最初にイエス様がここで戻っておられるっていうことですね。 そしてさっき言ったようにそこは中央の宗教的権威からは隔離された場所孤独な場所です荒野ですじゃあそこでのイエス様のご奉仕はどうなったのか4142節ですはい読んでください多くの人々がイエスのところに来た彼らはヨハネは何一つ印を行わなかったけれども 彼がこの方について話したことは皆真実であったと言った。そしてその地方で多くの人々がイエスを信じた。これ珍しいでしょう。今までこういう言葉は出てきたかな。多くの人々がイエスを信じたっていうのは大抵拒否され続けてきたのにここでは多くの収穫があったんです。それはユダヤあるいはエルサレム 周辺の状況とは交代証ですね。で信じた人たちは誰かの影響を受けていたんです。誰の影響を受けていたそうなんだよ。バプテスマのヨハネの影響を受けててイエスが登場した時に信じたわけだよ。彼らはヨハネについてコメントをしてます。ヨハネは何々ではなかったけれども何々だったと言ってます。 何々ではなかったっていうのはどうですか印は行わなかった、印って何ですか奇跡だよね、奇跡を行わなかった。けれども、何だったの、うん、この方って誰そう、メシアについて話したことは皆信じてあったってね、これ逆だと大変だよ。 ヨハネは印をたくさんしたけれどもこの方について話したことはみんな嘘だったなぜ今デフォルメして面白おかしく言ったかというと今の時代の説教者やクリスチャンの働く人はどうですか聖書の解説なんか多少不正確であってもけたたましい印を行っている方が人々は引きつけられるじゃないですか私たちは 物事の真実価値あることが何かという見抜く目を持たなければなりませんよく言われるのは日本の政治家も悪いだけどもっと悪いのはそれを選んでいる人々だいいですかキリスト教会の指導者のことを嘆く前に一人一人が自分自身の判断力のなさを嘆かなければならないから 私たちは華々しいことをすることに興味があるのか正しく伝えることに興味があるのかを常に考えなければなりませんつまりヨハネはメシアについて証言して全部真実であったということはヨハネはメシアの先駆者としての使命を全うしたということだよすごいね 天国に行って皆さんが天国に行かれてまあ僕もきっとそばにいると思いますけどね <laughs> パッと僕の方を向いてね先生天国に来てよく分かったよ先生が言ってくれた通りだったねもう僕ねこの言葉だけあったら何もいらないわそういうもんだよその時にね いろいろ教えてくれたけど打率三割だね <laughs> <laughs> 長山さん聖地旅行でねいろいろ案内してくれてあれよかったよ刺激受けたよ天国に来てみたら言った通りだったねもう長山さんの生涯ね、生きていた意味があるよだからねヨハネは人々がヨハネについてこういうことを言ってくれた彼はもう死んでるからね 神の身元にいるんだけどで直接ヨハネ聞いたかどうか分かんないけどもし神様がねヨハネよイエスを信じた人たちがお前についてこう言ってるぞって伝えてくれたら素敵だなと思うのねヨハネはどんなに嬉しかったか僕らは華々しいことよりも正確に御言葉を理解し伝えることに力を注がなければなりません。 ここでのポイントはイエスが交渉外の原点に戻った時にそこにはイエスの先駆者であったヨハネの働きの成果があってそのためにイエスが多くの収穫を得たんだということそしてその収穫の内容は何かというと後のものが先になるつまりトーラーを立法をたくさん勉強して先頭を走ってる人たちが 後ろに行っちゃってそうでない人たちの方が先に救われてるという姿があるということですね。よかったねと思うんだけど次2番目に行こう2番目のポイントは何でした悲観的な見通し,見通しだからペレアではたくさん信じたんだけどでも全体で見るとそうでもないんだよね。じゃあ22節見てみましょう。13の22はい。 イエスは町ち村々を次々に教えながら通りエルサレムへの旅を続けられた。これはエイティ・ロバーソンの調和表の並び方を見てもなぜイエスがエルサレムに向かうのかそれはラザロを助けるためだということがわかるわけです。イエスはエルサレムの途上ペレアの町々を巡って通りながら 教えててるわけですね。23 24見てみよう。はいご一緒にすると「主を救われる者は少ないのですか?」という人があったイエスは人々に言われた「努力して狭い門から入りなさい」なぜならあなた方に言いますが入ろうとしても入れなくなる人が多いのですから、はい、ある人が「質問しました」とっても否定的な言葉ですね 一人の弟子がイエスに質問してます主を救われる者は少ないのですかどうして主を救われる人は多いのですかと聞いてくれないんだろうかなぜ救われる者は少ないのですかと聞いたかどう思う少なかったからです。本当に反応がなかったんですだからペレアの状況から今度は旅を始めてるわけですね。全体を見ますと救われる人が少ない ここでもルールっていうのは何かというと文脈が大事それから「当時のの人たちがどういうい意味でこの言葉を口にしているかが大事だね <laughs> 救われるもの」とありますが紀元1世紀のユダヤ人の認識では「救われる」っていうのはイスラエル人が神の国メシア的王国のこと神の国に入るということを救われるっていうんです。 これは違法人には無関係のことです。あとで言いますが、違法人が救われるとは思ってないからね。ユダヤ人だけです。そのユダヤ人が救われ、神の国に入る、それは少ない人数ですかと聞いてるわけですね。さっきも言ったように、その質問をした理由は、イエスが説く神の国のメッセージに応答する人が非常に 少なかったんですユダヤ人の指導者たちはイエスのメシア性を拒否しました群衆も指導者たちの意見を鵜呑みにし始めましたそしてイエスはまず民族的に救おうとされたそれが無理な状態になった時に個人レベルでの救いを提供しようとしてこられたしかしそういうイエスの働きはもうそろそろ 終わりに近づいていてたんです。そういういわば霊的には日暮れになってくるような状態の中で一人の弟子が聞いたわけですね死を救われるものは少ないのですかこれは私たちが今イエス様に問う質問にも似てますねイエス様日本ではクリスチャンになる人が少ないんですかこのまま終わるんですか日本の宣教はその時に イエス様は何てお答えになったのか多いとか少ないとか言ってないんですねイエス様のお答えはいつも聞いた人を驚かせるような角度から来ますイエス様はこう言われたんです他の人のことはいいから自分の救いのことを心配しなさいって言われたんですそしてその教えの中で狭いもんという言葉が出てきます狭いもんとあるからには 最的にいいう言葉を思い浮かびます広いもんだよね狭いもんと広いもん狭い道っていうと広い道このね狭いと広い2つの道2つの門。この2つの道というイメージはユダヤ的文書には頻繁に出てきますだからイエス様はそういう伝統の中で狭い道広い道狭いもん広い門、 という対比をしながら語っておられるわけですここでのルールは「狭いもんから入れ」っての東大の入学試験のように考えてはいけないということです。まあ聖書研究してると「狭いもんから入れ」って「教会」ってのは「努力して」って書いてあるからよっぽど。 大変だろうな、東大に入るようなもんだろうなと思う方がいるかもしれません。このね、努力してっていう言葉も技による救いを教えてるんではないんです。そのことをよく注意してください。これはね、しっかりとそのことを理解して、狭いもんから入るという決断を、決意をしなさいということだよね。じゃあ、広いもんと狭いもんの対比は何なのかです。これもルールに沿って考えなければいけません。 広い門っていうのは当時のパリサイ派の教えです。パリサイ派はどう教えていたかっていうとユダヤ人として生まれたら全員が神の国に入れるんだと教えていたんです。ただ神の国での地位はその人がどの程度立法を守ったかによって決まるっていうんだけど神の国に入るのはユダヤ人全員なんだ。狭いですか広いですかそういう教えは。 だそれは広いもんなんだ。だイエスさんはそれを否定されたんだよ。さっき言ったように、広いもんはユダヤ人だけが入る。違法人は入れますか入れない。だってもう最初から想定してないんだもん。違法人が救われるなんては考えてもいない。当時のユダヤ人は。狭いもんというのは何かと。イエスの教えです。つまりイエスをメシアと信じる信仰によって神の国に入れる。 これは信仰がなければ入れないわけだから狭いもんだよね。今でも私たちはこのテーマに直面します。福音を伝えるとよく言われるじゃない、日本では。キリスト教は狭いね。世界にいっぱい宗教があるのに自分だけが正しいと言ってる。言われたことない イエスだけが救いだと言ってるそんな狭いものはないだろう。だから現代の風潮と調和するためにキリスト教に属していると言われてる人たちでさえも宗教間対話とかエキュメニカル運動とか言いながら全ての宗教は 同じゴールに向かって行ってるんだから仲良くやったらいいんだという教えに傾いてくるわけです。私がイエス・キリストしか救いの道はないって言って私を批判してる人は私を批判してるんじゃなくて実は誰を批判してんのイエス・キリストを批判してんの。イエス・キリストは私が道であり真理であり命です。私を通してでなければ 誰一人父の身元に行くことはありませんって言って、ね、これ狭い道なんだよね。あるいはペテロやヨハネたちがこの方以外に救われる名としてはどんな名も与えられていないってイエス・キリストによる救いを伝えた時に彼らは狭い道を提示してるんだよね。そして狭い道を信じるというのは 神の恵みの時でなければそれができない今は恵みの時ですしかしその時が終わろうとしてるんです徐々に徐々に終わろうとしてるんですだから整理すると今まだチャンスなんだから狭い道をよく理解して信仰を通して神の国に入るという道をあなたに関しては選びなさい いつまでもこれが続くと思っちゃいけない。また他の人ばかり心配していて、心配しているあなた自身が救われていないというような状況が来てはいけない。とイエス様は言われたわけです。そして、恵みの時が終わる日が来るということを説明するために、次に令和を語るんです。はい。次のルールは、 ユダヤ人の教え特にラビ的教えの中では令和を使って真理を伝えることはこれはごくごく普通のことなんです。だからここで突如例え話が出てくるんです。いわばそれは今までは知的理解にアピールしてたのが例え話になると今度は心の理解にレベルが下りてきて心にずしんと響くっていうようなものです。 で次の例え話の説明を今からしますけれども神の国っていうのはユダヤ的には宴会に例えられることが多いんですだから救われるっていうのは宴会の席につくという言葉で表現するんですいいですかそのことが分かっていると次の例え話の意味が分かってきますじゃあ25節から27節 例え話を見てみましょう。はい。家の主人が立ち上がって、戸を閉めてしまってからでは、外に立って、ご主人様開けてくださいと言って、戸をいくら叩いても、もう主人は、あなた方がどこのものか私は知らないと答えるでしょう。すると、あなた方はこう言い始めるでしょう。私たちはご一緒に食べたり飲んだりいたしましたし、 私たちの大通りで教えていただきました。だが主人はこう言うでしょう。私はあなた方がどこのものだか知りません。不正を行う者たち、みんな出て行きなさい。はい。じゃあ、例え話の最初を見てみようね。神の国は、ユダヤ的には宴会です。宴会に例えられる。そして、救われる目的は何かというと、神の国に入るためです。救われるというのは、 神の国に入ること。つまり宴会の席に着くことです。この例え話の冒頭、ショッキングな言葉が出てきます。家の主人は立ち上がって戸を閉めるんです。ショッキングな言葉っていうのは、立ち上がってという言葉です。ノアの箱舟で、箱舟を作り、洪水が来る前は、誰でも入りたい人は入れたんです。しかし、洪水が来るときに、 神の手が外から戸を閉めたときに誰も入れなくなったんで。それと似てるね。立ち上がってっていうのは主人の決意を表しています。十、九、八、七、六、五、四、三、二、一。はいそこまでということで。はいそこまでおかしいですかそれが主人が 立ち上がって戸を閉めるんだよところが戸を閉めてから入ろうと思ってノックする人が出てくるんだよねあのハーベストのスタッフの皆さんに言いますけど月曜日10時半になったらそこの戸ピシッと閉めることにしましょう <laughs> もう開けてあげないこれ何回かやって今日のレッスンを体験的に学ばせましょう 昔の教会でね日曜日の夜はいつも30分ぐらい遅れてくる夫人がいたのねである礼拝でね赤ん坊が赤ん坊を連れてきた、まあ、小さな子供を連れてきた両親がいてで子供が勝手に扉を開けて向こうに行くので礼拝始まって15分ぐらいしてから閉めちゃったの誰も知らないうちに両親が閉めたんですいつものように30分遅れでその夫人が来たのね ロックしてている入れないっっっんで帰っちゃったのでですごい怒ってね次の週ね怒ってすいませんってみんな謝ったんだけど僕は心の中でねいい君だわなとも思わないけど <laughs> いやたまにはレッスン学んだ方がいいなといやそういうことだよ恵みの時が終わると戸は開かないんだよこれねシリアスだよ深刻だよでも外に来た人は一生懸命叩いてるのね 彼らは何て言ってるご主人様あげてくださいってこれ叩いてる人は誰かというとこの令和の中ではイスラエル人たちですだって時がある時に入らなかったのもいくら懇願しても戸は開かないんですしかも中からどういう言葉が返ってくるかっていうと主人はあなた方がどこのものか私は知らないって答えるんですということは中に入った人は主人は知ってるわけだよ イエス様はあなたのこと知ってる、うん、随分なこと言うね <laughs> その通りだよねだってイエス様は私は私の羊をその名で呼ぶって言ってるの羊は私のことを知り私は羊のことを知ってるイエス様はあなたのことを知ってるんですなぜかというと信頼したからですよ聖書の中でねあの燃える芝の中で神様から証明を受けた人いたじゃんあれ誰だったっけ モーセねでモーセが近づいているたに神様「えー、っとお前何つったっけほら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 お前」<laughs>「神様モーセモーセって言ってるじゃないサウロがダマスコ途上で光に打たれた時に神様えー、っとそのほらほらパリサイ派のガチガチ頭のお前何だったっけ?」って「神様彼れ何つった?」 サウロサウロって神様は私を見て「恵比寿でいつも話してるお前お前」じゃないの中川健一神様あなたのことを一人一人名前を呼んで知ってるのね知られてるということと知られてないということとは大変な差ですここでは主人があなた方がどこのものか私は知らない 人生にいろんな戦いがありますよいろんな試練がありますよけれどもねどんな試練の中でも神様が私の名前を知っておられるという確信を持っている人は本当に幸いですどんなに祝福されどんなに成功しどんなに栄誉を与えられてもどんな勲章をもらっても神様がイエス様が「私は知らないよ」って言われたら 何ですかねその人の人生はそうするとそこで収まらないで食い下がるわけね何て言ってるかユダヤ人たちがこう言ってるんですちょっとユダヤ人の理屈を読んでみようねはい「私たちはご一緒に食べたり飲んだりいたしましたし私たちの大通りで教えていただきました」これねほとんど皮肉だよどうしようかとその通りじゃないこれ。 これイエス様の交渉外の内容だよ。イエス様は彼らと一緒に食べたり飲んだりしてくださったじゃない彼らの大通りで教えてくださったじゃないだからユダヤ人たちは言うわけねこのようにしてくださったからほらこんなに関係が近いのにまさか知らないということはないでしょうでも信じなかったんだもんねだから主人はまた言いました 私はあなた方がどこのものだか知りません。今度は何と言ってる不正を行う者たち、皆出て行きなさい。とイエス様は言われました。厳しいことは3つ続きました。あなた方がどこのものだか知らない。不正を行う者たち、3つ目が、皆出て行きなさい。ということは、主人が立ち上がって戸を閉める時が来る。その前に、信じなければ手遅れになる日が来る。 事実来ましたその時代のユダヤ人にとっては紀元70年がその日だったんです。その次28節から30節ご一緒に「神の国にアブラハムやイサクやヤコブや全ての預言者たちが入っているのにあなた方は外に投げ出されることになった時そこで泣き叫んだり歯ぎしりしたりするのです」。 人々は東からも西からもまた南からも北からも来て神の国で食卓に着きます。いいですか今しんがりのものが後で戦闘になり今戦闘のものがしんがりになるのです、はい。寝てる時に歯ぎしりする方。いいですよ今しっかりやっとけば。でも死んでから歯ぎしりしないように今心を整えましょうね。 イスラエルの信仰者の中にはちゃんと神の国に入っている人がいるんだよね。名前が挙がっているのは誰ですかアブラハムだよ。アブラハムいるんだよ、メシア的王国に。楽しみだね、会うのが。次はイサク、ヤコブもいるの。それ以外に全ての預言者。つまり彼らは信仰者たち。イスラエルの残れる者たちといわれる誠の信仰者たちです。しかし、イエスを信じなかった者は、 外に投げ出され、そこで何をするの泣き叫んだり、歯ぎしりしたりするんだ。これは、裁きの苦しさです。おそらく、泣き叫んだりっていうのは、精神的苦しさでしょう。歯ぎしりしたりというのは、肉体的苦しさでしょう。このように、裁きの苦しさが表現されています。次です。人々は、 東からも西からもまた南からも北からも来てってありますがこの人々ってのは誰のことですかピンポーン違法人です違法人がようやく出てきたんですユダヤ人たちが頭の中にこれっぽっちも入れてなかった違法人のことをイエス様はおっしゃっている違法人とは言わないんですなぜかというとそれは遠曲語で表現しなきゃいけないぐらいに見下した言葉だからだから違法人のことをどういう人っていうの 東から西から南から北から来る人という表現でイスラエル以外の民族をイエス様は表しているんです。彼らがどうなるの神の国で食卓に着く。うわぁだからね、いい、この文脈、ルール通りに解釈したらイエス様のこの教えが当時のユダヤ人にとっていかに革命的なものであるかがわかります。この 神の国で食卓につくという比喩的言葉、これがね、比喩なのか、本当に食卓があるのか分かりません。もちろん私たちの頃は、これは本当にあってほしいと思う思うよね。本当にあったらどんな素晴らしい食卓かなと思うんだよね。前、アメリカにいた時にね、この神の国の食卓のテーブルが用意されましたという絵を見たことがあるの。 こういうううう画家はこういう発想で描くんだねもうねも綺麗な夕焼けなんだけど人はまだ誰もいないんだけどテーブルが整ってるわけねもう見渡す限り向こうまでテーブルがバーッと何列かねザーッと並んでそして皿がありシルバーウェアがありドリンクのカップがありもう全部整ってるのねそれを見ながら私は大変感動したんですけど 隣ににいたたアメリカ人に言ったんですこの絵にはね一つ足りないものがあるって彼はきょとんとしてなんだそれはっつったそれはねお箸が置いてないっつったんです <laughs> そうだろう日本人もつくんだったらお箸置いてあるはずじゃない <laughs> ということだよねそういうことなんだつまりあるテーブルではシルバーウエアさ置いてない 誰のたためですかあったらインド人で手で料理食べる人のためです。ここは何ですかここは日本人のためです。とかねいい東から西から北から南から来てそして神の国で食卓に着くんです。皆さん準備できてますか神の国で食卓に着く準備。それ考えるとね地上のことなんて軽い軽い。 やがて表される栄光に比べれば今の時の困難は取るに足りないと私は考えます。パウロの言葉ですね。今、今ののががりり、今先頭のものがりののの後ででににななるのです。私は聖地旅行でよくね新しいところ行ったりすると先頭こう立ってねバスで行きますよって言って後ろ四十数名ついてくるんだけど。 100メーターぐらい歩いてからね、道が違うっていうふうに気がつくことがある。逆の方で。ごめんごめん、違ってたつってって、どうするかってーっと走っていって、こちらに先頭になっていくわけね。そうするとみんなぐるっと U ターンするじゃない。その時に自分の失敗が恥ずかしいから、私はこう言うんですね。皆さん、これすごい聖書的なんだよね。<laughs> ほらしんがりの者が先頭になったでしょ <laughs> と言って皆さんにお詫びするわけですけどさあルール通りに読めばこの意味が分かりますね今しんがりの者のって誰のこと違法人だよ今戦闘の者のって誰ユダヤ人だよその通りに僕らが今ここに来て神様を礼拝しているのはこのことが 実現したからですよ違法人である私たちの方が先に救われているそしてユダヤ人が死んがりになっているんだしかし彼らもやがて救われる時が来るっていうのが神様のご計画ですね。救われるものは少とい,いう話から違法人の救いまでイエス様は語っているということは。 質問したい人の意図以上にお答えくださってるわけね。救われる者は少ないのですがいやあなたが自分の救いのことを考えなさいよ。そして最後は救われる者多いよ。違法人まで救いに招かれるんだからねというのがイエス様のお答えですね。そして今日の3番目最後のポイント十字架の死に向けての弟子訓練です。 31節はい、ちょうどその時何人かのパリサイ人が近寄ってきてイエスに言ったここから出て他のところへ行きなさいヘロデがあなたを殺そうと思っています、はい、ヘロデっていうのはヘロデ・アンティパスのことですヘロデ・アンティパスっていうのはヘロデ大王の息子です イエス様が今エルサレムから移動してペレアというところに行きましたがヘロデ・アンティパスの領土はガリラヤ地方とペレアですだから今イエス様はヘロデ・アンティパスの領地を移動してるんですサンヘドリンの支配からは抜けてたけれどもヘロデ・アンティパスの領土に行ってるということです覚えてますかヘロデ・アンティパスという人は 誰かを殺したね。バプテスマのヨハネの首を落とした人だよ。しかし後でイエスが出てきた時に彼はイエスのことをバプテスマのヨハネが復活したんじゃないかと思って大変恐れてるんです。だから邪魔者ですねイエスが。からヘロデがあなたを殺そうと思っていますとこの情報はおそらく正しい情報でしょう。 ここで質問です。イエスにその情報を伝えたのは誰ですかパリサイ人一人ですか何人か複数で来てるわけね。でも、この前までの話だとパリサイ人っていうのはイエスを捕らえたいわけでしょ捕らえて殺したいわけでしょここでは逃れさせようとしてるじゃない。ねなぜですかそれは。 それはイエスをもう一度エルサレムに戻そうとしているのだからペレアにいいたら手を出せないでしょもう一度ペレアを去ってユダヤに行かせてエルサレムに戻してそこで捕らえたいっていうのが彼らの意図でしょう。でエルサレムに戻ってくるとそこはサンヘドリンの管轄地区に再び戻りますから。 だから助けるような言葉を言いながらこっそり実は自分たちの計画を行おうとしているそれがこの語りかけですねそれを聞いた時にイエス様は真っ青な顔になりヘロデがそんなことを計画しているのかならばすぐにここを去ってエルサレムに登ることにしようと言われたでしょうか言わないねどうしてかというと イエス様はご自分のタイムテーブルに沿って行動されるんです。だからエルサレムに登るとしたらご自分の時と目的に沿って登るんです。だからイエス様は次にこういう言葉を語っています。32から33節読んでください。はい、イエスは言われた。行ってあの狐にこう言いなさい。よく見なさい。私は今日と明日とは。 悪霊どもを追い出し病人を癒し3日目に全うされます。だが私は今日も明日も次の日も進んでいかなければなりません。なぜなら預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからです」と言われました。イエス様はどうもパリサイ人たちとヘロデの関係を見抜いているようですね。あの狐のところに行ってこう言いなさいって言ってますから。 ヘロデに告げようって言ってるわけですねあの狐って言ってるでしょあの狐って誰のことですかヘロ皆さん誰か嫌な人がいてその人をねあの狐って言ったことあるそこまで言わないあなたでさえもそこまで言わないとしたらイエス様はなぜそう言ってるんですか僕は絶対これ言えないね第一狐うどん大好きだもん これは、ね、あの「狐」って言うんだけど日本語では出てないけどこれ「メギツネですこの「狐」って言葉は女性名詞になってる「メギツネ。ヘロデの奥さんの名前覚えてるヘロデアそして実はヘロデアがヘロデを牛耳ってるような関係ですよだからあの「メギツネに言え」っていうのはヘロデに言えって言いながら実はその背後で操っている「ヘロデアに言え」ってイエス様はおっしゃってると 考えられますね何を言うのかまあ、このねあの目狐って人間を表現するためにイエス様が用いた言葉の中で一番悲しい言葉がこれです狡猾で嘘つきで好きさえあれば人を傷つけようとしている存在ですねこれがイエス様言われた最も悲しい 言葉ですねイエスはいかなる権威にも屈することはない。次の言葉です。私は今日と明日とは悪霊ドも追い出し病人を癒し3日目に全うされます。ということはイエス様はあと2日ぐらいしか働かないんだというふうに理解してはなりません。ルールに従って解釈しなければなりません。今日と明日とはというのは格言です。当時使っていた格言で短い だから今しばらくはなすべき奉仕に励むだから危ないからエルサレムに行くとかペレアを逃げるとかいう問題ではない私は今しばらくしか時間は残されてないけど相変わらず忠実に歩み3日目に全うされるというのは最後には全ての使命を終えて父のもとに行くんだつまりこの3日目に 亀に全うされますということはイエスがご自分の受難を予言した意味でこの言葉を使っていらっしゃる弟子たちにこれを語っていますしかし今メシアはペレアにいるでしょうメシアはガリラヤやペレアでは死なないんですだからヘロデがあなたを殺そうとしていると言ってペレアで死ぬはずがないんですこれは預言者がどういう殉教を遂げてきたかって歴史が示しているんです 神から使わされた預言者たちはエルサレムで殺されてきたんです。だから、どの町で死んだかってエルサレムが金メダルです。あんまり名誉のある金メダルじゃないけどね。預言者はエルサレムで殺されてきたんです。そういう意味では、エルサレムは悪名高いんです。エルサレムって場合は、エルサレムに住む人々をイエス様は責めてるんですね。イエス様は預言者の中の預言者です。その方も、 今までの預言者の系譜に従ってどこで死ぬのエルサレムで死ぬ。預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからです。だから僕らは聖地旅行に行った時に最後の仕上げがエルサレムなんです。その町は預言者が死んだ町、メシアが死んだ町、その町はメシアが再び戻ってこられる町でそこ以外にはないんです。 ここで、場所はペリアでしょう何回も言います。ペリアで十字架の影がイエスを今覆っているんです。覆い始めている。それがどこで成就するのエルサレムで成就する。だから弟子たちはこの時に暗雲が垂れ込めてきているのを感じたはずですね。そしてイエス様はこの話をしながら、 心に大変な葛藤をを覚覚ええ悲しさを覚えますそれが次のことがですね。34、35を見てください,、はい。ああ、エルサレム、エルサレム。預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つもの私は面取りがひなを翼の下にかばうように、あなたの子らを幾度集めようとしたのか。それなのに、あなた方はそれを好まなかった。見なさいあなた方の家は 荒れれてたままに残される私はあなた方に言います。祝福あれ、主の皆によって来られる方にとあなた方の言う時が来るまではあなた方は決して私を見ることができません。とあります。イエス様の嘆きの言葉ですが、この箇所を全体で見るとこういうことは言えますね。ルカはここで初めてイエスがイスラエルの民を拒否したことを記録しています。これはイエス様が イスラ「エルの民を拒否したんです。エルサレムエルサレム」って言ってるのはこれはイスラエルの民を象徴する言葉でもありますエルサレムの民がイエスを拒否したのでイエスも彼らを拒否するんですそしてイエスはこの言葉を涙なしに語ってるわけではないんです涙なしには語れないという言葉がありますけどまさにこれは涙なしには 語れない話ですイエスの愛と優しさにあふれた奉仕に注目してくださいそれは面取りがひなを翼の下にかばうようにあなた方の子らをつまりエルサレムの人々イスラエルの人々を幾たび集めようとしたことかしかし彼らはそれを好まなかったエルサレムがイエスを拒否したイスラエル人はイエスを拒否した頑固な姿勢がそこに あるということですだからエルサレムの町も神殿も荒れ果てたままに残されますそれがあなた方の家は荒れ果てたままに残される家っていうのは店舗神殿でありエルサレムの町です実際にどうなったのか紀元70年以降そうなります破壊されますそしてビザンチン時代になった時にその瓦礫の 中央に神殿の丘の中央にかろうじてチャペルが建つんですが次にそれからイエス様のこの時代から約500年500数十年経った時にイスラム教徒が来て今僕らが見ている岩のドームを建てたんですそのそばにアルワクサ寺院というのを建ったんですいいですか荒れ果てたままに残されると言われた場所にイスラムの 黄金のドームが今立っているんですだから今僕らがエルサレムに行って見る姿はこの話の延長線上にある姿ですさらにすごく重要なことを言われました「祝福あれ主の皆によって来られる方にと」とあなた方の言う時が来るまではあなた方は決して私を見ることができませんこれはイエス様の再臨の予言ですだから エルサレムを見捨てた。私はいなくなくる。でも再び来るけどそのためには条件があるよとイエス様は言われたわけですここの3番目を整理するとね危ないからヘロデが命、ね、狙ってるから逃げたらいいよという助言に対して人の脅迫を恐れて私は動いてるわけじゃないんだ私がエルサレムに登るとしたらその時と方法があるそしてがる。 預預言者の中の預言者者のの中である私は必ずエルサレムで十字架について死ぬんだでも私が死ぬ時はそれは私がこの民を見放した時だでも究極的には見放してないもう一度来るんだよでももう一度来る条件は何かというと再びイスラエルの民が私を信じるようになった時に帰ってくるって言われただから この言葉の中にはもう今言った終末論的な神学がたっぷり詰まってるということルールに沿って読むとそういう心理が見えてきますさあでは残り短い時間ですが着地点に行きましょう再臨の条件今最後再臨について触れましたからその復習ですルカ13の35じゃあご一緒にはい皆さん あなた方の家は荒れ果てたままに残される。私はあなた方に言います。祝福あれ、主の皆によって来られる方にと、あなた方の言う時が来るまでは、あなた方は決して私を見ることができません。はい、祝福あれ、主の皆によって来られる方にというのは、イエス様が勝手に言ってるんではない。これは、詩編118編26節の引用です。 この詩援118編っ11ていうのはメシア的詩編というです。メシア予言です。だからイエス様がここで祝福あれ、主の皆によって来られる方にって言った時には言ってる方も聞いてる方も詩援118編を引用してるっていうのはお互いにわかるんです。それが当時のユダヤ人たちの聖書知識です。今の僕らだと、えー、っと詩編、詩援、何編だったかな 110何ペンちょっと待ってねあ,あ,っあったあったあった18ペンだ何節かなってそんなんじゃないですもう対話にならないでしょ「詩篇のどっかほらほら終わりの方のあの辺に書いてあったけどさ」じゃないんだよね「メシア的詩篇を引用して聞いてる人もすぐに分かったなぜどこでそれを証明できるかってイエス様がこのあと10時間にかかる前にね 最後、エルサレムに入るでしょ。あれ、あの日曜日を僕らは何て言ってるパームサンデー、日本語ではシュロの聖術。なぜかというと、シュロの葉っぱを振ってイエス様を迎えたから。だから、パームサンデーって言うんだけど、聖書にはないよ、そういう言葉は。ね、パームサンデーって言うんだ。でも、イエス様がエルサレムに入場した時に、この言葉はみんな叫んでるんだよ、群衆が。 祝福あれ、主の皆によって来られる方にってみんな言ってるんだよ。つまり、メシア的詩編を引用してメシアを歓迎している。それはね、マタイ21の9に出てくる。だから、1回目にイエス様がエルサレムに入場した時に、この言葉を言ったんだけれども、イエス様は十字架にかかる前、交渉外の最後に、再びこの聖句を引用して、ルカがここで言ってるのと同じことをおっしゃってます。それが、マタイ23の 37から39または23の37から39整理するとイエス様がシュロの聖術でエルサレムに入った時に確かにユダヤ人たちはこの言葉でイエスを迎えたでも究極的にはイエスが再臨する時にこの言葉でイエスを迎えるんだということは再臨の条件はユダヤ人たちがイエスをメシアと信じその到来を歓迎することですということはね この集会に毎週集ってくださる方は再臨の希望を持っていると思いますね。でもね再臨の希望を語りながらユダヤ人の救いに無関心なのは一貫性がないんだよ。どうしてかというと再臨というのはユダヤ人の救いと密接に関係しているからです。ユダヤ人の救いいいについて関心を払いながら 同胞の日本人の救いに関心がないっていうのは一貫性がないんだよどうするかというと違法人の救われる数が満ちた時にイスラエルの人々の救いの時が来るからだよねということはね再臨のためにはイスラエルが救われなきゃいけないイスラエルの救いの時が来る前に違法人の時が完成しなきゃいけないということは私たちはイスラエルの救いのために祈ると同時に違法人伝道に励むことが再臨を待つ人の姿勢だということです 2つ目後のものが先になりこれが今日の大テーマだよねでここでは2つの対比がありました1つは周辺のユダヤ人の救いペレアのユダヤ人と中央のユダヤ人エルサレムのユダヤ人との対比でエルサレムのユダヤ人が後になりペレアのユダヤ人が先になっているこれが第1の対比ですがしかしもっと大きな対比は違法人とユダヤ人の対比です。 後だと思っていた違法人が先になっちゃうというんです。なぜユダヤ人はそんな状態になったのかなぜイエスを信じなかったのかそれは数百年にわたるパリサイ的教えの影響です。宮殿立法という垣根が張り巡らされていたので聖書のメッセージがもう明確に分からなくなっていた。だかららイイエエススが来られた時にイエスを、 メシアだと認識でできなくなくっていたんですさらにイエスの教えは当時のユダヤ教徒にとっては革命的なものでしたさっき申し上げたように彼らはアブラハムの子孫であれば神の国に入れると思っていたしかしイエスはユダヤ人ごめんなさいもう一つはユダヤ人だけが神の国に入れると思っていたしかしイエスは 信仰がなければ入れないさらに違法人の救いは彼らの先に来るという驚くべき内容を教えてくださったんです私たちは違法人クリスチャンとしての自己認識を今日確立する必要があります特にユダヤ人との関係で私たちは何なのかこの世との関係で何なのか自分が今救われてここにいるのはどういうことなのかでメッセージの最後に私はパウロの「 あの言葉を思い出さないわけにはいきませんでした。だからこれを読んで終わりたいと思います。第一コリント1章の26から31です。コリントの教会にこの手紙を書いてる読みましょう。兄弟たち、あなた方のしのことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高い者も多くはありません。はい、ちょっとここで止まってください。お聞きしますが、今日来てらっしゃる回収の中で、 私はこの世の知者だなと思っている方どうぞご記述ください私は相当な権力を持っていると思っている方ちょっとお立ちください身分は相当高いぞと思っている方どうぞお立ちください23人はいてもいいと思うんだけどねはい次しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるためにこの世の愚かなものを選び 強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため無に等しいものを選ばれたのです。これは神の見前で誰をも誇らせないためです。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。 キリストは私たちにとって神の知恵となりまた義と清めとあがないとになられましたまさしく誇るものは主を誇れと書いてある通りになるためです私たちはね無に等しいもんなんだよ、ね、ないものをあるもののように神様が呼んでくださったんだよだから私たちは大いに誇りますがそれは 自分をまた自分の技を誇るんではなくて誇るものは主を誇れっていうことですイエス・キリストにあって私は救われているという事実を私は誇りとしますこの世の知者や権力者が身分の高い者がいかに言い寄ってきたとしてもこの誇りを私から奪うことのできるものはありません皆さんから 奪うことののできるものはありません何を誇りとしてますか私たちにはイエス・キリストの十字架以外に誇りとするものがあってはいけません。アメンそして後のものが先になるんだという神様のプログラムをしっかりと受け止める必要があります。後のものが先になってほしいねだい,たい日本ではね出る杭は打たれるって。 目立ってくると打たれちゃうそれは先を走っている人がね先のものはいつまでも先だと思っているから。でも弟子訓練の基本は後から来る人が先に行ってくれることが弟子訓練だよね。私たちが伝道して救われたての人がね すごいいつの間にか私以上の信仰者になっているってこれは神様は喜んでいらっしゃるんじゃないどうですかということは主だけを誇り神様に喜ぶ生活をしているということは「出る杭は伸ばせ」という人生観で生きている人のことを言うんです。そういうい クリスチャンばっかりになってくると教会ってなんと楽しいだろうね出る杭は伸ばせってった僕もうちょっと身長も伸びてたかもしれない <laughs> 皆さんの伝道によって救われてくる人たちが私たち以上あなた以上の信仰者になるようにそれを喜びとできる人はなんとイエス様の心に近い人でしょうかお祈りしましょう 天の父なる神様後のものが先になるということを今日教えてくださいました救われる前の私たちは自分が先頭を走りたいということだけが目標でありましたしかし今イエス・キリストの十字架を誇りとする人生を歩むようになり心に余裕ができ本当の喜びを知ることが できるようになりましたどうぞ後の者が先になることを喜べる信徒としてあなたが私をなおも作り変えてくださるようにイエス様の皆によってお願いいたしますアーメンメッセージステーションをお聞きくださりありがとうございますこのメッセージのアウトライン聖書研究ツールはハーベストタイムのホームページ www.harvesttime.tv にございますまた最新情報をメールマガジンでお届けしていますホームページでメールマガジンにご登録ください